超ゲートシーです。さあ、ちょっと今回はちょっとカメラの画質とか、あれね、音声とかちょっとね、弱いかもしれませんけど、できるだけちょっとでかい声で喋るので はい。ほんで、今回はですね、遺跡。はい。J3 の話をしていこうかなと思っていまして、遺跡の現状だったりとか、いろいろ情報を踏まえて、おすすめチームを教えてください。J3 版でございます。よろしくお願いします。ようやく J1、J2、J3 全部終わるかなっていう感じなんですけど、なんていうかな、補強だったりとか、キャンプ情報、そして、この俺自身の結構好み的な感じで、いろんなこのチームを J3 見てて、去年から、あ、一昨年からか。で、それを踏まえて、それぞれの目標だったりとか、目的に対して、いいアプローチできてるなっていうチーム、今年ちょっとこのチーム見たら J3 面白くなるんじゃないかなっていうチームを今回紹介するという感じの動画になります。はい。じゃあね、J3 の、主にこれ5クラブあるかなと思っていて、今年強いかな、そして面白いかなっていうクラブですね。まず一つ目が奈良クラブ。はい。奈良クラブはね、一番こう見ててワクワクするチームかなと思いましたね。なんか上がってほしいクラブの一つですかね、正直 J2。うん。スペイン人監督らしい、すごくこうオーガナイズされた、すごくこういいサッカーしてるチームで、あと補強が今年すげえ面白かったんですよね。まず抜かれたところもやっぱもちろんあるわけで、特にやっぱ浅川とアルナウですよね、ゴールキーパーとセンターフォワード、ウィングもやってましたけど、浅川。ここが、完全に松本山が、J3 のライバルに抜かれてしまったっていうのと、あと、突にアルナウは一気にステップアップしたっていうところで、ここかなり厳しいところであるんですよ。特にアルナウなんかはめちゃくちゃ効いてたと思うんで、ここがいなくなったのはきついし、また他にも結構やっぱいろんないい選手がいて、彼から出てしまったっていうのはあると思う。ただですね、やっぱりこう、補強面白いですよね。まずゴールキーパーちゃんとスペインから補強したっていうのがあるんで、エウロパからマルク・ヴィトっていう選手来たと思うし、あとタイからね、タイから、これ多分タイ人かな、わかんないけど、ゴールキーパーも取ったということで、期限付きですけどね。で、パトゥムからっていうのはちょっとまた渋いね。今タイリーグも結構ちょくちょく見てたんで、タイいるときに、面白いんですけど、やっぱタイリーグはね、リーグ一部の、上位チームだったら、それなりにレベル高いんよ。だけど、やっぱこのパトゥムとかになると、そこまでかなっていう感じだったんで、いいとこから結構、予算面とかも、そんなかかってないんじゃないかなと思います。やっぱ補強面白いですよね。なんかその狙いがすごくわかりやすい補強。だから去年のやってるサッカーを継続しつつ、またちょっと色々アクセント加えていくっていう感じにも見えるので、浅川の離脱は痛いですが、そこちゃんと補強できてるのかなと思いました。あと去年はそれで2位と勝ち点5差だったということで、本当結構ギリギリだったと思うんですよね。で、J3 参入して、結構歴史浅いクラブなんですけど、すごいし、だからこそかもしれないですね。なんか余計なしがらみがないんで、J3 とかなってくるとやっぱりそういうとこあるからね。はい。だから結構やっぱ奈良クラブ今年期待できるかなって思います。見たいですね。はい。そして二つ目が松本山が。はい。松本山がは今年結構チャンスかなと。思う。鹿児島がいなくなって、強力なラベルがいなくなったっていうのは結構でかいんですけども。山川はですね、下田大成2年目ということで、去年いろいろあったね、本当に。いろんなことがあったと思うよ。ただ、とにかく勝負弱かったっていうのがやっぱ一番のポイントだろうなって思うんですよね。で、今年はですね、ただその更新と補強のところで結構うまくいったのかなっていう感じはしてて、うまくいったっていうか、本当に大丈夫かっていう時もあったんだけどね。まず引退が2人も出てしまいましたね。安藤とパウリーニョは引退したのはちょっと悲しいし、あとは木山選手がね、いなくなってしまったというのもあるんですけども、あとやっぱ、レン君だよな、レン君がな、もう完全に、これはやらかしたよ、フロントが。フリーで移籍してしまったっていうことがあるんで、あんだけ金のある選手が、なぜフリーなのかっていうところもバカだなと思うんですけども、ただ、それプラスね、野沢レオンとかも戻ってしまいましたし、結構きついところではあるんですが、ただそれを補ってあまり得る補強は、フロント、というか補強株としては頑張ってくれたのかなと思います。真渡りとかさ、高井一馬、明らかにさ、上から並んで選手、左側ね、入ってきた選手がね、見ても、明らかに J2 レベルとか、J1 でもなんか出てた選手が、有名な選手たくさんいるじゃないですか。だから、ここら辺がさ、すごくいいし、あと、笹生とかね、なんか結構やっぱ、相模原が取ってる選手、二人ともなんかなかなか結構面白いんですよ。だから、相手のライバル、しかも浅川も取ったし、ライバルクラブからこう、ある程度戦力削りつつみたいなことができてるのかなと思うので、
うん、だからそこはすごくいいなと思いましたね。うん、だから山川やっぱ持ってる戦力は多分 J3 の中ではもうダントツでしょうね。大宮とかより全然上だろうかなと思うので、あの今年もやっぱあの一番のこの昇格候補なのかなと思いますが、昇格しないとねまずいですね、この戦力取ってるとね。ただやっぱフロントでしょうね、結局ね。ここなんだろうね。あの隣町のチームと同じでですね、やっぱりねフロントがね現場の足を引っ張るというかね、あのフロントの内部で権力争いしてなんかごたごたがチームに伝わるみたいなのもたくさんあるわけよ。だからそこ未だに感じるから俺は。だからそこがね、あ本当にちゃんと慣れるかどうか、もう俺ちょっと難しいと思ってるけど今年も、あのなんかこうでどでかいこう地殻変動が起こらないとちょっときついんじゃないかなと思ってるんですけど、まあでもそこができるかどうかっていうのはすごく重要だろうなとは思います。頑張ろう、みんなで一丸になっていくことは、サポーターもなんかこう全てを肯定するのではなく、ちゃんと厳しい目を持って見なきゃいけないかなと思います。まあ厳しすぎてわかんない奴が厳しくなって、まあバカなこと言ってる奴らもたくさんいるんで、山川サポーターがねやっぱ一番成長しなきゃいけないんですね。フロントよりサポーターの方が成長を求められてるかなって思います。そして3つ目のチームがですね、カターレ富山ですかね。まあこれは俺の地元のチームではあるんですけれども、まあ近年ねマジでね惜しいとこまでは行ってんですよね。ただギリギリのところで本当にこうしくじり続けているっていう感じですね。特に去年なんかは5引き分けなのに14敗しているのにもかかわらず2位争いできてるっていうのが、まあ J3 のこのまた難しいとこではわからないなって思うところであるんですけども、まずはやっぱあれですよね、補強がすごく富山はねちょっと不気味なのよ。富山の補強。まあ、抜かれた選手もやっぱとにかくね、結構でかかった。特にやっぱ、アウルトゥルシルバと、あと、大野はね、なんか、アディショナルタイム男でもありますし、あと、アウルトゥルシルバは攻撃の隠れしたし、川西とかもいい選手いました。ただ、補強ね、不気味なのはやっぱ松本だよね。松本はやっぱ甲府から来てるんですけど、すごくこう、フィジカルに優れている選手なので、やっぱそういった選手ってやっぱ活躍しやすいじゃん。J3 だとセンターバックのレベルが低いので。だからそこがかなり、松本結構これ、結構キーかなと思うし、甲府から来てるし、あと河合とかね、岡山の実力者も取りました。だから、補強はね、なんか地味ですけど、すごくうまくいってるのかなと思ったりはするわけで、カターレも今年はまだ、優勝争いが絡んでくるだろうなって思います。そして、四つ目が我が津江県金沢ですね。まあ、津江県はね、確実に強いのは間違いないと思うのよ。うん、まず更新と補強ね、すごくここはね頑張ったと思います。降格したとはいえ、まあ、抜けた選手としてはレオバイヤとかさ、まあやっぱいい選手いたんだけど、そこがまあ出てってしまいましたと。あと長年支えた藤村だったりとか、あとは、林正道エース、だったし、あと加藤純也とかね、まあ見なくなってしまいました。奥田とかもそうですけどいなくなってしまいました。まあそこはすごく痛いのは間違いないんですけども、まあそれ以外の主力はほぼ残ってたし、びっくりしたのはやっぱ石原と梶浦くんだよね。梶浦くんと石原が残ったのはびっくりしました。まあ、特に今石原はまあ30超えてるっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、残ってくれたのは嬉しいです。はい。そして入ってきた選手がまたちょっと面白いんですね。まあ、去年と全く違うサッカーをやらなければならないというわけなので、どういう選手を補強するのかなと思ってたんですけど、まず宮本典道を完全で獲得できたっていうのはすごいですね。彼はマジで俺は愛してる選手なので、サポーターにも人気だし、あと旗尾、そして、西谷、あたり、あと大山か、大宮から獲得することができました。まあ、この辺の実力者をちゃんと取れたっていうのは、まあ、すごいいいなと思うのと、まあ、ちゃんと残すとこは残せて取るべきとか取ったっていう、だから3バックも4バックも一応両方できる形になってるので、そこはすごくうまくいったのかなって思います。まあ、ただですね、やっぱり俺はまあ強いね、まあ、正直ね、正直本音で喋るチャンネルなんで、正直言うと今年はプレーオフ争いにはなるんじゃないかなと思う。まあ、正直2位争いは厳しいかなと思っていて、まあ、なぜなら環境が変わりすぎているからですね。まず監督が変わりましたよね。ヤンツーさんっていう長年こう、一緒にやってくれた戦友が今いなくなって、まあ、ヤンツーさんの、まあ、限界はとっくに見えていて、そこをこう延命し続けてきたっていうのはあるんだけど、まあ、ヤンツーさんのやってるサッカーと新しく来た伊藤明さんのサッカーは全く違うんですよね。マジで真逆なので。だからそこに適応できるかどうかっていうのはすごく重要だと思うし、そこに適応できる選手がいるとは俺は思ってるけど、ヤンツーさんのやってるエッセンスがまだ残ってる選手がたくさんいると思うから、そこがちょっとまだ変わらないと、頭の中から作り変えなきゃといけないから、ただちょっと時間がかかりそうな気はするんですよね。で、なんか、キャンプ情報を見ると、3バックにはこだわってなくて、4-1-2-3みたいな感じがベースになるみたいな話あるんですけど、まあ、それもいいと思うし、あとやっぱ、まあ、ただね、J3 という環境に慣れてない選手がたくさんいると思うのよ。J3
J3 はね、J2 とはね、環境が全然違いますので、移動がえげつないほど大変だし、試合環境も結構きついですし、スタジアムの環境も変わりますので、なかなかね、まあ、読めないところがたくさんあるわけですよ。だからそこは結構沼として、あるところかなと思うんですけど、だからやっぱり、2位争いっていうのは、まあ、監督のやってるサッカーが浸透する時間が多分かかるから、ちょっと間に合わないんじゃないかなと思ってる。だからただ、まあ、プレーオフ争いは絶対できると思ってるから、プレーオフ狙ってっていう感じになるかなと思いますね。だからそこがいかに早く関係するかっていうのは肝でしょうね。はい。そして最後は大宮アルディジャー。うん。大宮はね、まあ金持ってます。確実に多分一番金持ってると思う。山川より多分金持ってんじゃないかなと思う。うん。ほんで、更新と補強ですよね。まず更新に関してはですね、ちょっとね、ありえないことが、まあ小島は絶対いなくなると思ったんだけど、なぜか小島が残りましたね。うん。そして、笠原とか、もう残ってしまった。あとはまあやっぱ中野、シュビルツォクあたりも残ってしまったのは結構きついでしょうね。他のクラブ。特にシュビルツォクなんかもうちょっと前まではレバンドフスキの相棒みたいなことやってましたんで、代表で。そいつがね、J3 来てしまったっていうのはちょっと、意味わかんないなって思うところではあります。ただですね、ただですよ。正直そこまで絡んでくる。2位争いには絡んでくるかなぁ。俺は、ま、プレイオフかなと思ってますけどね。うん、まあ、もちろん強いよ。めっちゃ強いし、守備力も多分点取るんですよ。10点は多分取ると思うんですよ。ただですね、やっぱりね、そこまで脅威だとはあんま思ってなくて、まあ、慢心してるこの強豪クラブよりは、まあ、下からこう突き上げてくる、一丸となってるクラブの方が、ちょっと怖いかなと俺は思ってて、まあ、やっぱりこの守備力はそこまでかなって正直思うね。まあ、10点は取るんですけど、まあ、一番残するべき選手、一番チームのために頑張ってた選手っていうのは、本当に残ってんのかなっていうのはちょっと怪しいですよね。アンジェロッティと室井は両方ともいなくなってしまったので、まあ、そこを、俺は正直室井とかの方が守備力より怖かったかなって、思ったりはしますけどね。あとはやっぱりフロントね、フロントがポンコすぎるからね、大宮はね。まあ、そこに多分手入ってないでしょうし、浄化作用自分らで働かせられるのかっていうのは、まあ、山賀の例を見てると多分ないんで、まあ、そういったところだと、ちょっとまあ、多分ね、プレーオフ争いには絶対絡んでくると思うんですよ。ですけど、まあ、微妙かなっていう感じですかね。はい。まあ、2位争いは多分絡まないとは思う。そして、まあ、プラスアルファのことを話すと、まあ、俺が好きなアスルクラロ沼津に関しては、アスルクラロ沼津はやっぱりね、やってるサッカーの質はね、ほんとベスト級なんですよね。J3 の中でも。めっちゃ面白かった、去年も。あとは、その選手の質を、守れるかってとこだったと思うんですが、まあ、多分そこにはね、出てた選手を埋めてるかって結構微妙ですよね。見てる感じだと。あとは、力はあるんだろうけどなみたいなところは、あと、まあ、3つあって、まず岩手。岩手はまあエース和田を抜かれてしまいましたけれども、まあいい選手は、残ってますし、揃ってるし、あとは今治も力のあるクラブなの間違いない。着実に近年力をつけているんですよね。で、今回もアンジェロっていう獲得しましたし、相当いいスカットは揃えてる。そして FC 岐阜。FC 岐阜はもう、やっぱり J3 を盛り上げたチームの一つだと思うんだけど、まあここもすごいサッカーの魅力が結構高いチームで、まあいい監督なんだろうなと思うんですよね。はい。で、メンツもやっぱ高い、実力者揃ってると思うんですよ。ただやっぱりこの監督をコロコロ変えがちっていうのはこの3つのクラブにあるんですよね。で、まあ、ここがね、難しいんですよね。まあ、J3 だから変えるのか、監督をコロコロ変えるから J3 なのか、ここはちょっとね、玉ひよ理論ではあるんですけど、まあ難しいけどね。まあ、あと、岐阜の上野さんなんか特にね、実質2年目なんで、今年勝負だろうなと思うけど、まあ、特に岐阜のフロントが結構我慢強く、そして目をちゃんと自分らの目を磨くことができれば、一気に強くなるクラブだろうなとは思うから、だからこの3つのクラブがね、ちゃんと本気になり始めたら、ちょっと怖いかなと思いますかね。はい、という感じで一応 J3 の今年の展望みたいな感じになりましたけど、話してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、これで J1、J2、J3 全部終わりましたけども、まあ、もちろんね、トレーマとかで、勝ってるからって、別にシーズンうまくいくわけではないと思いますので、まあ、またね、J3 は本当に魔境なのでね、またちょっと難しい戦いが続くんですけども、今年も楽しんでいこうかなと、思いますのでよろしくお願いします。明日は、俺はウルサンに行って甲府の試合を応援してきますので、みんなで、ダゾンで見てくれ。頑張ります。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャオバイバイ。